あのパラプンテ J リーグサッカーチャンネルですということで、今回連勝なくして優勝なしということで、やっぱり浦レッズまだ連勝がないんですね。前回、いい形でなんとか最後勝つことができましたね。伊藤あっちゃんのゴール非常に良かったですね。まあやっぱりこの選手のゴールをみんな、待ち望んでおりましたんで、そんな選手のゴール、いやこれはサポーターもね、勢いづくでしょうし、まあ、本人もね、これから気持ち切り替えてもう一回ここからね、得点量産してほしいというところですが、ただチームとしてやっぱり、ね、連勝がないと上にはいかないと。特に今年の J リーグはもうね全体的に詰まっておりますんで、ぎゅっと詰まっておりますんで、やっぱり連勝するとね一気にこう2つ3つ順位が上がる、まあシーズン開幕当初みたいな状態がまだまだついておりますんで、まあ優勝、まあね今の状態で、いやまあ優勝なんて言える立場かって言われるかもしれませんけども、例えばその可能性がある限りはね、そこはね、追いかけてほしいっていうかね、突き詰めてほしいんで、であれば連勝がないと上にはいけないという話でございまして、じゃあ、その浦レッズの話と新潟の話ですねやっていきます。そして、明日ですけどもね、動画概要欄にある、浦レッズサブチャンネルの方で予想先発とかを、やっていきますんで、よかったら動画概要欄にある、浦レッズ専門チャンネルの話よろしくお願いいたしますというところで、こちら、新潟浦というところで、新潟現在勝ち点13で16位というところですね。開幕当初ね5試合ぐらいは非常に良くてね、5位とかなんかその辺にいたイメージがあるんですけれども、ちょっと最近ね、調子を落としてる、アルビレックス新潟というところですね。で浦レッズ現在勝ち点17で9位というところ、両者直近5試合が、新潟が1勝2分けの2敗、浦レッズが2勝3敗というとこですね。で、まあ、この試合に関しては両者保持したい、戦い方になるんじゃないか。まあ新潟もボール持ちたいでしょうし、浦レッズからしてもボールを、持ちたい者同士の対決というとこなんですけども、前回浦レッズはマリノスとのゲームがあって、マリノスもまあ保持型のチームであって、まあちょっとメンツ的にはね ACL もありますんで落としてはいた、横浜 F マリノスさんにはなってくるんですけども、ただそういう保持型のチーム相手に前回浦レッズは勝ってますんでね、もちろん新潟の保持と横浜 F マイナスの保持はちょっと違ってはいるんですけども、ただ大枠ですね、大枠はやっぱり保持型っていうところは同じなんで、その保持型相手にどんなサッカーができるか、まあ、前回もねカウンターというところは浦レッズ鋭いところを見しましたんで、ね、新潟がボール持ってる間に次の攻撃の準備をすることができるかどうかとか、まあ保持できれば一番いいんでしょうけども、保持できなかった時にはそこの鋭いカウンター、まあ浦レッズは両ウィングの選手にスピードがある選手がいますんで、まあカウンター型っていうか、まあ正直ねカウンター型の方が今のメンツ的には割といいのかなとか、まあカウンターでも全然迫力出せるよねみたいなところもねメンツ見てて思いますんでね、まあ新潟保持するのであればねどうぞ保持してくれっていうところで、まあただその代わりこっちもカウンターで一発狙う、だから保持っていうところどこまでこだわるかっていうところ、まあ試合中のねこのベンチワーク含めたところはちょっと浦レッズはね、ちょっと修正等を含めてどういう風に入るかというとこでしょうかね。でこちら、これが前回両チーム先発メンバーには、なってきます。で言うと、高木選手ですねが前回ヴィッセル神戸戦早い段階で負傷してしまったんで、おそらく高木選手はこの試合出ることができないんじゃないかというとこなんで、トップ下が誰になるか、まあできるメンバーで言うと、1人はやっぱ長谷川元輝ですね、まあ、僕の好きな長谷川元輝、まあ、このうちのチャンネルをずっとねこの数年間、見てくれている方なら分かると思うんですけども、まあ僕はヴァンフォーレ甲府時代の長谷川元輝がね大好きでね、早く J1 来ねえかなっていうのをずっと2、3年前からね、言っていましたんで、今年も活躍してますね。前回の試合でもねアシスト、決めていたから、多分あれアシストになりますかね、中とこで、ね、得点前回も絡んでいる長谷川元輝さんには、なってきますんで、多分滝選手が出れないのであれば長谷川元輝がトップ下に入るんじゃないかっていう予想には、なってきます。その代わりウィングに誰が出るかでしょうかね。まあメンツ的にはね、小見選手とか出れる状態なのかな。前回は先発メンバーから
外れていましたけど、小見選手はいつからメンバー入りしていないのかな、ちょっと気になるかな。ちょっと待って、今調べようかな、どうせならね。小見ね、あの新潟といえばやっぱね、小見選手みたいな最近はねあるんですけどもね、左ウィングって言ったら小見選手なんですけども、小見選手の最後の出場は4月27日の FC 東京戦が最後ですね。というところで数試合出ていない小見選手にはなりますんで、どうなんだろう、負傷かなんかコンディション不良かな、ちょっと分かんないんですけども、ただ小見選手が出るのであれば左のウィングはね、小見選手が務めるでしょうし、それ以外で言うと誰が入るんだろうな、ちょっとねウィング、まあ、谷口選手とかもね一応ウィングはできるっちゃできますんで、まあその谷口選手が、入る可能性もありますし、ちょっとねウィングのとこ左誰が入るかっていうところちょっと非常にちょっと、注目点というところでしょうかね。まあちょっと新潟もねちょくちょくメンバーを入れ替えておりますんで、まあ、もしくは太田選手、前回右で入った太田選手が左に入って右で松田選手とか、まあそっちが近いかな、そうね、そっちかな、うん、長谷川元輝がトップ下であれば左に太田選手を回してで、右に松田選手とかダニール・ゴメスあたりが入るかなという予想でしょうかね。であとは前回ゴール決めて遠藤選手ですね、オンゴールもあったけども自分でゴールも取ってる遠藤選手、だから前回のヴィッセル神戸戦で藤原選手も決めてますんで、新潟の2得点で全部最終ライン、センターバック遠藤選手とサイドバックの藤原選手のゴールなんで、この最終ラインの選手の攻撃参加は、まあ、遠藤選手はセットプレーの時高さがありますんで、そこで強みを出せますし、藤原選手はもっと攻撃的な選手、まあ元々ボランチですもんね、この選手ね。元々ボランチの選手で、北九州時代途中から小林慎二監督が、なぜか右サイドバックにコンバーとしてはめちゃくちゃハマったみたいなところなんで、やっぱ視野の広さとかもね、ほんとボランチの選手がサイドバックで活躍してんなっちゅうね、ところなんで、まあやっぱ藤原選手は要警戒というとこでしょうかね。で、まあ、裏の予想先発と明日ね、サブチャンネルの方でやりますんで、そっちでよろしくお願いいたしますというとこですね。で、こちら。でこれが浦和新潟の通算対戦成績ですね。浦和めちゃくちゃ相性良かったんですね。通算5勝、新潟目線でいうと5勝6分け6分け29敗というところで、まあ浦和目線からしたらね29勝6分け5敗なんで相当相性はいいというところです。最後の対戦、前回9月2日のゲームはドローというところでございますけど、基本的にはね相性がいい、新潟浦和というところですよね。でこちら、でこれが、数字の話ですね。チャンス構築率のところには、なってきます。新潟らしくない数字ですよね。今年の新潟って本当昨年のようなサッカーの進化系っていうよりももうちょっとなんか詰まってんなっていう感じがしていて、昨年であればそこからスピードアップして一気にゴール前までね運べんだろうっていうのがね、ね思うところあったんですけれども、今年はねそこからスピードアップできないのかとか、なんかこう手詰まり感っていうか、選手がちょっと迷いながらプレーしてる感じがあって、それはまあ他のクラブからね、まあな研究をされてるっていうのはあると思うんですけれども、ちょっと新潟らしいボールの運びとかゴール前での顔の出し方っていうのができていなくて、なんかどうしたんだろうっていうのがね、あります。ちょっと攻撃に手詰まり感がね、やってるサッカー自体はねハマったらやっぱねロマンがあってね、面白いですしね、昨年のいい時のね、こうなんですが、一旦を見ることは、できるんですけれども、なかなかねそれが90分間続かないみたいなイメージかな、僕のイメージ、あくまでね、あくまで僕のイメージとしては、なんか昨年よりもちょっとボール持った時のスピードアップがなかなかできていなかったとかね、疑似カウンターとかもね、ね、なんか手詰まり感があるっていうイメージの新潟にはなってきますんで、なんかこの辺ね特別こう悪い中より真ん中とか真ん中より悪い数字が少しだけ悪い数字があるんで、まあどうしたもんかねっていうところでしょう。まあやっぱ研究はされるしなっていうところでしょうかね。でこちら、これが、その他のスタッツというとこですね。これがその他のスタッツ。まあ、新潟、パスの本数は1位ですね。多分、新潟さんは保持率でも1位かな。ボール、多分ボールポゼッションも1位ですね。1試合金 58.1% で、まあ、6割近い保持率を誇る、新潟さんなんで、まあ、浦和レッズよりもやっぱり保持をしていこうというとこでしょうかね。パスの600本、平均600本ですごいな。中本数には、なってきますが、まあ、パスを回すのが目的ではないんでね、そこをどういう風に改善していくか、まあ、新潟でいうとだからウィング、松田栄太郎選手、まあ、マリノスからレンタでまだ来てる選手ですよね。やっぱ、推進力ありますんで、まあ、松田選手が先発で、出てきても嫌ですし、まあ、途中からスーパーサブ的に
入ってきても嫌な選手にはなりますんで、そういう身体能力が高いとかね、まあその連携面よりも個人で剥がせる選手がやっぱ新潟はね、昨年からずっとね本当ウィングにいい選手がずっといるイメージがある新潟にはなってきますんで、まあ、うん、やっぱこの辺の数字よりもね選手の警戒、選手で警戒すべき選手が多いというとこでしょうね。でこちらてところで注目選手ですね、長谷川元樹、長谷川元樹はそうか埼玉出身だったな、出身地まで僕もね知らなかったですね。そうか長谷川元樹はね、あの浦和レッズはね埼玉出身の選手によくやられるんですよね。ね、あの今野選手とかね、福岡のね今野選手とかね、あのね埼玉出身の選手に浦和レッズはね結構やられがちなんで、あそうかちょっと嫌だなっていうのはねありますね。今年、長谷川選手は12試合で1ゴール1アシスト、まあやっぱこの選手はスピードがありますね。ウィングに置いてればサイドハーフではね、個人打開能力があります。スピードのドリブルが売りですし、でただトップ下かな、僕やっぱ長谷川元樹ってトップ下で見てみたいなっていうのがね、ずっとあって、っていうのもやっぱりこの選手はゴールの嗅覚が相当ありますね。こうこぼれ球への反応も早いですし、なんかごっつぁんゴールというかね、なんかあやっぱそこに長谷川元樹がいたかみたいな、こぼれ球への反応とかもそうですけどもね、うん、そういうのもあります。本当ゴールの嗅覚がね相当高い長谷川選手なんで、まあウィングでもねそのドリブルとか、テクニックとかね推進力が、生きるんですけども、よりゴールに近いところの方が実は彼は生きるんじゃないかっていうねところなんで、まあウィングでも全然いいんですけども、ただ今回多分トップ下で出ることになればちょっと厄介なねイメージがつくというかね、やっぱそこ苦労するかなっていうのありますよね。で裏は伊藤ですね、前回、2ゴール上げておりますんで、まあ、やっぱこのねその試合だけの活躍じゃなくて継続した活躍というところをね、伊藤さんには期待したい。やっぱインサイドハーフはね2桁ゴールがノルマって言われておりますんでね、伊藤さん、なんとか結果残して連続で、結果残してくると、いったところでしょうかね。はい、ってところで以上です。以上パルムンテジェルサッカーチャンネルでございました。よかったです。その喜ぶよ。